皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。一音、実況始めます。太陽系を離れた前回。おにゃんのエンジンでウッキウキの宇宙旅行。なんて気楽なもんじゃないんですけどね。現在我々は居住可能な惑星の手がかりを求めて、先行する宇宙船プロタゴラスの軌跡を追っています。その宇宙船見つかれば次の地球も見つかってハッピーエンド。ちょろいわ。そんな気楽なこと言ってられる状態ではないんですけどね。まあとにかく今回も頑張っていきましょい。ということで我々は現在新たに異毛探星系に到着したところです。マッドマックスに出てきそうなお星様。まずは太陽系の時と同様、探査機を片っ端から飛ばして研究ポイントや資源を見つけるところからですかね。今回もよろしくな科学船2機。一方でコロニーの状況は少々深刻。住民の皆さんの不満が溜まってマスターへの信頼度はだだ下がり中です。なんでや、ご主人様頑張っとるやんか。リーダーというものはやる気ではなく結果が全てなんですよ。このまま信頼が下がり続ければ住民の反乱が起きかねません。まずはこれを何とかする必要がありますね。なので居住区を撤去して居住棒に建て替えます。それとご主人様への信頼と何の関係あるの？直接的には関係ないですね。じゃあ資源の無駄遣いじゃん。いや何か信頼回復の手応答にもですね。そもそもスペースを確保しないことには始まらないんですよ。もうセクター1には施設を建てる場所が残ってないですからね。なんか作って信頼回復できるん？まあ建て替えが終わるまで少々お待ちください。で、空いたスペースに建てるのがこちら。精神分析施設です。これを建てることで住民の安定度にプラス1のボーナスがつきます。まあこれだけでは信頼をプラスにするまではいきませんが、低下速度を抑えるくらいはできますね。住民にキネキの不安をイカサマクリニックで解消ってことね。いいじゃない。イカサマ言うな。まあ正直や軽視に水なことは否めませんが、やらないよりはマシでしょう。一方科学船の探索は順調。プロタゴラスに配備されていた採掘船の残骸からナビゲーションデータを入手。これでプロタゴラスの場所の手がかりがつかめるかもしれません。相変わらずいい仕事するのな科学船にキネキ。そして精神分析施設が完成。なんか住民の皆さん楽しそうですね。おめえら精神分析をなんか勘違いしとらんか。まあこれで信頼性が多少でも回復すれば安いもんでしょう。なんつーか精神分析がエンタメ扱いってニキネキ今までよっぽど退屈やったんやなって。とりあえず応急手当てはやりました。多少の信頼回復も果たせたようです。いいね。しかし全体としては未だ信頼度は下落傾向にあります。他にもあるんでしょ？エンタメ的なサムシング。それガンガン立てれば問題解決じゃないの。この手の施設はコストが高いんですよ。おまけに場所も取りますからセクター1に追加で建てるのは無理です。マジかよ。地道に不満の原因を探って改善していくしかありませんねこれは。とは言いつつもその術がよくわからないのが目下の課題なんですが。最初の頃は不満とか全然気にならなかったのに。信頼が低下し始めるとあっという間ですね。さらに区画整理でなんとか場所を確保してこちらも安定度をプラスする施設である、遺伝子コナプス記念碑を建設。これでようやく信頼度が下げ止まりました。いいね。金に物言わせてる感強いのよ。しかしこの施設2つでかなりの資源を消費してしまいました。セクター2に色々建設したかったんですけどとてもそれどころではありませんね。まあ信頼度下げ止まったんやからええやないの。下げ止まったと言っても現在は均衡状態。増加幅はわずかで今のところ好転の兆しはありません。飯もたくさん食わせてるのに何が不満なんや。そもそも地球から離れたことによる不安で永続的なマイナスがついていますし、現状人が足りなくて時間外労働を強いられていたりとか、結構いろいろなことで不満が溜まっているようですね。全く贅沢やな。とにかく多少は信頼度も安定しました。ようやく本来の仕事に戻れますね。そう思っていた時期が私にもありました。何事？一時はプラスに転じた信頼度がまたマイナスになりました。なんでや、いろいろエンタメ立ててあげたやんか。多分また何か状況が変わったんでしょうね。それを調べてまた手を打たねばなりません。原因判明。結局何だったの？いつの間にかコロニー全体の安定性が 20% 近くまで落ちています。これが住民の皆さんの不安を誘い信頼の低下につながったようです。コロニーって定期的に修理してんじゃないの？そうですね。一定時間ごとにアーロイ鋼を消費して修理をしています。だったらなんで安定度こんなに下がってんのさ？これは完全に見落としていたのですが、どうも全体の修理はセクターごとに必要となるようです。つまりセクター2にもエアロックを設置して定期的に修理する必要があったようです。マジかよ。じゃあ今の今まで一方的に安定度だだ下がりだったわけじゃん。そうなりますね。やばい、これはやばいのよ。慌ててセクター2にエアロックの建設を指示。しかしこれでまた貴重な資源を消費してしまいました。やべえな、全然仕事できないのよ。後手後手に回る対応に信頼度は3割まで下落、期限までに5割への回復を約束させられてしまいました。これできなかったらどうなるの？さらに信頼度が下がることになるでしょうね。マジかー。さらにエアロックの建設に手間取るうちに安定度が3割を切り、期限までに5割の復旧を約束させられる始末。もう踏んだり蹴ったりなのよ。さらに一定期間安定度8割を維持する約束のおまけまでつきました。やめて、ご主人様のライフはとっくにゼロなのよ。
言うまでもありませんが、どちらもできなければさらに信頼が下がります。ああ、聞こえない聞こえなーい。そしてなんとかセクター2のエアロックが稼働開始。ギリギリ間に合ったのよ。間に合わなかったんですけどね。しかし非常装置が働いたことで船体崩壊までしばしの猶予が得られました。これが泣きの一回です。なんとか船体の安定度を取り戻さなければなりません。なんとか致命傷で済んだのよ。とにかく船体の修復はプラスに転じました。ここからなんとか挽回していきましょう。できませんでした。嘘でしょー。信頼度5割を回復する約束を果たせず、さらに信頼度が低下。現在のマスターへの信頼度約 5%。 やばい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 。何か逆転の一手はないの？実はコロニーが混乱の渦中にある一方で、有能科学船スタッフ宇宙船プロタゴラスを発見しました。えらい、さすが科学船2機。現在プロタゴラスの研究中。これが完了すれば惑星レムスの座標がわかるかもしれません。みんな聞いた、あと少しで目的地の場所がわかるの。だからもちっとだけご主人様を信頼してついてきてプリーズ。管理人様。お、エッテンネキオヒサなのよ。ゲームオーバーです。雇用条件に基づく倒壊はクルーの反乱に際して、管理人の身体の安全について一切の保証をいたしません。ちょっと、エッテンネキ何を言って。それでは管理人様、良い旅を。信頼度がゼロとなり、コロニーで住民による反乱が勃発。我々は住民の手でバラバラにされ、宇宙に放り出されてしまいましたとさ。終わり。畜生めー。残念ですがゲームオーバーですね。一体どうしてこんなことになったのよ。原因はいろいろ考えられますが、セクター2を解放するのが早すぎたのかもしれません。さらに船体保守の見落としも重なり、このミスをついに取り戻せませんでした。初見殺しにも程があるのよ。ちゃんとヘルプ見てなかったのがアダとなりましたね。いや手強い、初見でゲームオーバーなんて久しぶりですよ。もう最後は何がなんだかわかんないうちに終わっちゃったのよ。とはいえこれで引き下がるわけにはいきませんね。当然ね。では次回からリベンジです。今回の失敗を踏まえて、次こそはコロニーを新たな故郷に導きましょう。やってやるのよ今畜生。それでは惨めな失敗に終わり、我々が宇宙の木図となったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。